平野紫仕様、ファン特定で店舗混乱の一員となる。7月7日、元キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野仕様が、トベの公式 YouTube チャンネルの生配信で同社での活動再開を発表しました。その後、 個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンからの質問に答えたり、日常の様子を投稿したりするなど、熱心に SNS を更新していることが分かりました。しかし、最近の一件で、彼の SNS 投稿が予想外の騒動を引き起こすこととなりました。平野仕用のフォロワー数は375万人にも上ります。8月2日現在。 これは、キンプリの公式アカウントのフォロワー数を上回り、日本国内で最も注目されているアカウントと言っても過言ではないでしょう。彼のインスタグラムは、更新ごとにネットニュースに取り上げられるほどの注目を浴びており、特に7月30日に投稿されたカフェでの写真が話題となりました。その写真には、 鮮やかなイエローの壁が印象的なカフェの内部で、平野紫耀がレモネードを飲んでいる様子が映っていました。この投稿によって、そのカフェはファンによってあっという間に特定され、SNS 上で大きな話題になりました。特定されたカフェは、東京目黒区の駒場灯台前に位置する、スタンサンドイッチストア、スタンサンドイッチストア、イカスターン、でした。 このこじんまりとしたカフェは、サンドイッチだけでなく、ライスメニューやおつまみ、デザートも提供しており、26席の席数を持っています。平野仕用の投稿からわずか1時間後、ファンたちがカフェに押し寄せ、店内はファンで埋め尽くされ、外には行列ができるほどの盛況ぶりとなりました。電話はラリーやまず、DM 予約が殺到するなど、 平野の影響力が如実に現れた状態となりました。スタン関係者はこの騒ぎに喜びを感じ、店内の様子やメニューを SNS に投稿するなど、その盛り上がりを広めました。しかし、一方でファンたちの特定行動には批判的な声も上がりました。 特定されたカフェに押し寄せる行為は、平野の使用をはじめ、他の人々にも迷惑をかける可能性があるという懸念が浮上しました。特に、個人のプライバシーを尊重するためにも、特定行為には注意が必要だとの声が広がりました。 一部のファンは、この騒動を受けて、平野紫耀が今後、自身のプライベートな写真を投稿する際に注意を払うよう呼びかけています。また、店側も特定されることを了承して投稿された可能性があり、この一連の騒動は、広告効果を期待した戦略の一環だったのではないかとの見方も存在します。一つの SNS 投稿が引き起こす波紋は、 平野の仕がいかに注目を浴びているかを物語っています。ただし、今回のような騒動がトラブルに発展しないよう、彼自身とファンたちが注意を払うことが重要です。